後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個ガス東京ガスからの紙が来てて普段 見ない紙で開けてみたら、はい、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ、うん、であの後から分かったんですけど最近引っ越ししたんですよね、うん、でいつも振りあの引き落としになってたんですけど、うん、最初の月はなんか払い込んでくださいっていうそういうのがあるみたいなんですよ、うん、で僕それを忘れてて最初の月の払い込みだけ忘れてて、うん、ずっと引き落としになってたんです、うん、でもその最初の月の分が払い込まれてないんでガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ、うんうんうん、でまあ酔いながらもこれもうあ払えるんは明日の朝ぐらいしかないわ、うん、なんかコンビニでも払えないちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで部屋に慌てて戻ってそれを財布の中に入れまして、うん、あこれ入れたら忘れるかもしれんでも出してたら忘れるかもしれんと思って、うん、あの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎって、うん、あのボールペンでガス代忘れないって書いて、うん、テーブルの上に財布で押さえといたんですよ、うん、でそのまま寝たんですよ、寝た、うん、で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いやおはようって言ったら、うん、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、うん、え何その感じって言ったら、うん、え別に、うん、いや違うやんそれ言うてやなんやねん、うん、って言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないです、うんうん、いやなんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジっすよマジですよね。でそれでもわからないからガス屋が誰かがわかんないからガス屋を忘れないっていうそうですよね。ガス屋言われてもわからないから誰やねんっていうかそういうのおっしゃるわからなくて全然わかんないですガス屋って誰やんそんなふわっとした名前ならわかんないいや誰よ気持ち悪い名前ですし誰よそれって言ったらその紙を自慢げんかしてバカじゃないの言ってでそれでも紙が分かんないんですよでそれ見てもうなんかわって分かって説明がするのもなんか怖いじゃないですかもう何が起こりすぎて全部がもう何やその感じこれあの僕が小学校2年時の話なんですけど2年生の時にあの友達が家に遊びに来たんですよもう外で遊ぶんじゃないしおっしゃんの家行っていいっていうか遊びに来てで何の遊びしたんか知らないんですよ2人でおってほんでトイレ貸してほっしゃんって言うからあいいよって言ってトイレ入ったんですよほんならしばらくしてからうわーっていう声が聞こえてきたんですよほんで何何って言って走っていったらおっしゃーふしゃーって開けてくれて これ見てって言ったらお母さんの生理用品なんですよあのタンポンっていう方の方ですそれを袋開けてこうやってうわーって友達に言うてるんですよでどうしたんって言ったらいやここにな袋いっぱいあったから開けたらなこれ出てきてんって言ってこれほっしゃダイナマイトやでって言い出したんですよ紐、はあ、もあるから形はな形は僕もそんなん知らないからさあその時は知らんかったんやうわー言うて、うん、うわー言うてほしちゃんここにこのここにいっぱいあるねんって言われて、うん、見たら確かにその袋いっぱいあるんですよ袋いっぱいあるわほんで子供ながらに、うん、僕お母さんものすごいヤバい人やってまして持ってるぐらいやからこれお前黙っといてって言わんといてその友達言わんといて学校では言わんといて結構あの人気者の子やったんで、うん、言わんといてって言っても、うん、いやそれでも、うん、ほしちゃんこれはあかんことやと思うでみたいな言われてめっちゃほんま泣きそうですよお姉が あかんことやと思うでこれあかんことやと思うでと正義感がねほんとにお願いって言ったら、じゃあほしちゃんあの、これ一個くれたら、黙っといたるって言うんですよ一つ、はい、なんか新たな展開やな、はい、でその数見たら袋それはちっちゃい小袋いっぱいあったんで1個ぐらいなら大丈夫やって思って、うん、じゃあこれいいよこれ持っていって絶対言わんといてなって言って分かった絶対言えへんって言って帰って行ったんですよでもその日ずっと不安で
妹がいてるんですよね、うん、でもう妹に言おうと、もう帰っていてご飯食べてる時もおかんが怖いんですよ。はい、あ、悪い悪いおかんや、悪いおかんだから。で妹にちょっと来てと、うん、で こうこっそり見えんようにトイレ連れて行って、うん、この袋の中何か知ってるって言って、うん、え、知ってるよって、お前知ってたんかと。ダイナマイト持って爆弾持ってるよなって言ったら、もうその妹はやっぱり知ってたんですよ、女性なんで。でこれは違うよお兄ちゃんと、これはこういうこういうもんで、女の子には、私もあんまりしないけど、女の人には必要なもんで、そういうことだよって、ある程度こうダイナマイトじゃないっていう説明を受けたんですよ。ほんでうわーよかったって説明受けた。はい、それはもう忘れてたんですよ。で僕小学校5年生の時にその学校、隣町の学校に転校したんです。でも少年野球はその学校の地域の野球入ってたから、いろいろ情報が入ってくるんですよ、うん、で全然忘れてって、小学校6年の時にその少年野球行ったら、おっしゃんすごいことがあってんでって、うん、何って聞いたら、その1個挙げた子が、あのなあいつなってなんかこう授業中先生にうわーって怒られた時に火のついたタンポン投げよって。すごい話や。なんかそいつはなんか知らんけどなって言うんですけど、すごい。僕はああって、わかった、わかったやけど言えないし。まあ僕いろいろペットを飼ってまして、そうね、やっぱり一番人間近いのはお猿、リスザルで、エンジーっていう名前のリスザルを飼ってるんですけど、まあほとんど人間に近い感じの行動を取ったりするんですよ、うん、でやっぱり動物的ですごいなって思うのは、なぜか革製品、はい、そういう動物を舐めして革になったものが近くに来ると、もう檻持ってガーッと狂ったように騒ぐんですよ。例えばワニ側の財布であったり、牛側の財布とか、あとブーツとか、で例えばちょっと合意とかナイロンってそれを模した感じだったら騒がないとかで、いろいろはこれ本物のやつだけ気づくねんなみたいなんで家で言うてたんすよ。で、あ、やっぱ動物ってそういうとこあんねやって言った時に、親父が引っ越した時に初めて東京の家に来た時に、革ジャンを着てきたんですよ。ほんでその、あ、これか猿って玄関からこう見えるとこで、うん、でさっきも言ったように親父結構プライド高くて、なんかその着てる革ジャンがもしそれで騒がなかったらみたいな、うん、その猿が川に騒ぐっていうエピソードを親父知ってるんですよ、うん、でだからわざと着てきた感があるかもみたいなとこもあるんですよ。なんか普段そんな革ジャンを着るようなファッションするタイプじゃないんですけど、東京来たと、ほんでおおと、もうすぐうち子供より先に、おお、これ言ってた猿かって言って檻に近づこうとするんですよ。ほんでもう僕は、あ、もうやめとけって、あのすごいもうあの NG も猿もこうわーってなったら、またその後テンションおかしなったりして、動物としてこれかわいそうやから、もう革ジャン脱いでから、ここで脱いでから行ってって言うけども、ええから早くもう触りたいって言うけど、結局ねこれ見せたいだけなんですよ。でうちの奥さんもその親父がなんか親父になんか粗相があったらっていうとこも分かってるんで、どうし、まあここでお父さん脱いでくださいよみたいになってるんですけど、もう靴脱いで行こうとしてるんですよ。あんまり止めたらもううるさいぞお前らってなるから、それが難しいから。でも歩いて行って結構もうピタッと近寄ったぐらいでエンジン騒ぐんですよね。玄関から入っていって歩いて行って、もうこれあかんって思ったら、嫁が玄関に置いてるグローブはめてこう浴びるほんでまあエンジン騒いでくれて、なんか親目も隠して、なんか親父のプライド守れてる。めんどくさい真相はまだ分からない、真相は分かんないですけど、嫌なんは何、人の親に保険聞かしてんねんみたいな、信じてくれよそこは俺の親父よみたいな気持ちもあるんですけど、複雑な思いだね。こ
これはまあ、うん、これもまあ昔の話になるんですが、いろいろまあ皆さんもファンの方とかにいろんなものもらったりしますよね。でまあ大抵みんな楽屋とかにも似合えへん T シャツとか置いていったり、もうそれこそお菓子やら、申し訳ない話ありますね。ありますよね。やってた時は皆さん量が多すぎて、それがちょっともったいないと僕ほんまにずっと思ってたんですよね。でも何をしたいかわからんかったんですけど、あーって思って、そういうのをほら恵まれない国とかに送る団体とかありますよね。それをその時のマネージャーにそういうのを見つけてきてくれ、ほなこれ俺らもいらんもんどっか役立つためになるからっていうのを見つけてきてくれたんですマネージャーが。でまあ段ボールとかにみんなが置いていったやつを入れて、そういうのを送っていったんですけど、で当時付き合ってた僕の彼女がよっちゃんっていう子がいまして、その子がクリスマスちょうどこの時期ですよね、手編みのセーターに手編みのセーターをくれたんですよ。それも真っ黒の生地で、ほんでこう黄色で星のマークで、ほんでローマ字で星ちゃんって入れてるんですよ。星ちゃんって呼んだことないくせに星ちゃんって入れてるんですよ。ほんでそれはやっぱりこれ着られへん、ちょっと厳しいかもしれんな、はい、ほんでまあ仕事ある時に、まあ今日も多分そうやって段ボールにみんないらんもん入れると思ったから、それも家から持って行って入れたんですよ、その箱にね。これもちょうど入れといてくれ、まあね。で、なんで忘れてたんですけど、半年後ぐらいに何の気なし家テレビついてて、ニュースやってまして、どっかの国でなんかクーデターみたいなのが起きましたと、内乱が起きましたって言って映像何の気なし見たら、星ちゃんのセーター着て黒人が戦闘で戦車に石掘ってたんですよ。もう立ち上がって戦闘で。ちょ、ほんまやんな。それほんまなんすよ。ほんま例えば戦闘で掘るぐらいのリーダーやから、もうちょっと星のマークがかっこいい思ったんですよね。意味わからんと。星は万国共通やもんな。僕この前実家帰ったんですけど、実家は本当に南海電車でかなりもう南の方なんで、ずっと乗らなきゃいけないんですよね。で難波から乗って、ほんま混んでたんですよ。ほんなこの端っこから2人目のとこ座れて、座ってたんです、まあ、道のり長いんでこう寝ようとしてたんですよね、で新今宮に泊まって、ほんならここの僕の両サイドの2人がパッと立ったんで、こっちに寄ろうかなって思ったら、もうおばさんが2人入ってきてパッと平等に座ったんですよ。ほんでもうその人ら知り合いなんですよ。だから待ってくれたら僕寄れたし、で話しながら入ってきて自然に座ってまだ話してるんですよ。辛い。ほんでこれも今更言えないなって思って、こう後ろにもたれかかって、もうここで話さそう思ってこうずっとこうやってたんですよ。でこうずっといてたら、ずっとやっぱその井戸端会議みたいな、やっぱおばさん、大阪のおばん同士なんで、あそこの息子さんが大学行けんと専門学校行ってで、誰誰みたいなのをずっと話してるんですよ。で駅の間隔が長いんで、駅着くまでは我慢せなあかんなって待ってたんですけど、やっぱもう話は尽きないんです、その噂で、どこどこ誰誰っていうのがあって、でこっちのおばさんが、あそこの人もうすぐ離婚するって聞いたでって言うて、誰よ、いやそらもうなんか私言うたって言わんといてな、教えてって言って、こっちの人がギュッて寄ってきたの分かったんですよ。もう鬱陶しいなー思ったら、僕の耳に坂田さんって言うて、びっくりして、急にでかい声、急にでかい声で坂田さん、びっくりすんな、びっくりします。つい最近うちのマンションが改装してたんですよ。それもね、色を塗り替えるぐらいで、塗装を塗り替えるって言って、マンション、僕言ったら屋上に住んでるんですよね、5階建ての5階の屋上も自分の敷地 で全部をね、他の隣に塗料が飛び散ってあかんから言って、マンションを全部半透明のナイロン袋、ビニール袋みたいなでこう。くく包んでたんですよ。でうちの奥さんは結婚してるんですけど、奥さんはすごい危機管理に長けてるっていうか、そのベランダで開けたら、ガラス開けたらすぐ寝室なんですよ。でベランダになんか人が来れんことないんですよ、外から侵入されたりできん可能性があるんで、バットをいつも奥さん置いてるんですよ。それ枕元やったらこう取るの時間かかるかって、こう体の横にこうすぐ行けるようにって言って置いてるんですよ。でこう
寝てたんです、ね、ほなそのねナイロン包んでてちょっとでも風吹くとそのナイロン袋に空気が入ってこうバサッっていう音が鳴るんですよ、ちょっとの風でもバサッって鳴るんで一緒に寝てたらずっとそれがたんまにこうバサッっていうのが鳴るんですよ、でまあ工事うっとうしいなって僕は思って寝てたら奥さんが星田くん星田くんって呼ばれてるんですけど星田くん星田くんって聞こえるんですよ、でこうなんやって見たらバッと持って奥さんが立ってるんですよ、どうしてんって言ったらシッって言うんですよ、でこうベランダ刺してバサッなるじゃないですか、誰かパラシュートで降りてきてる言うんですよ真剣に、いやかわいいな真剣に俺ら何を握ってんねんと杉並区の一個の家のベランダで降りてくる特殊部隊なんかかなり訓練積んでたし、単純に今でお前言うんやったら40年ぐらい降りてきてるぞとっていう話です、いやなんかでも分かるな、なんかもうどうしたらいいか分からないんですよ、ちょっと怖くて僕ね、これ本当に誰も悪くない話なんですけど、誰も悪くない、はい、ついこの間に僕まあ、離婚したんで離れて住んでて、でもしょっちゅう会いに行ってるんですよ、で会いに行ったら、パパ来たって喜ぶんですよね、うちの子もう4歳半なんですけど、で一緒に寝るパパ来たからパパと今日寝るって言って、やっぱ男の子なんで、いつも普段は日中はパンツ履いてるんですけど寝た時はおねしょするんでまだおむつなんですよ、でもパパ来たから俺今日寝る時もパンツのまま寝てみるよって挑戦、男の子の挑戦やからうわ頑張れって思って、よしじゃあ頑張ろうなって、うん絶対いけるよみたいな言ってて寝たんすよ、でもすごい、まあ、隣に出るんですけど気になって気になって、僕もおねっしょの癖が結構あるんですごい気になって、でもしした時に寝ぼけてる間に着替えさせてあげて朝どっちにしてもおねっしょしてなかったなっていう風に持っていってやって自信つけさせたいと思って寝て、でまあ先子供が寝るんで、で夜こう確かめて、あ、してないって後ろも回ってないかって確かめて、でまたこう寝てて、あ、でも起こしたからこう優しく確かめて、あ、大丈夫大丈夫って結局気になって何回も何回も確かめてたんです、で朝結局おねしょしてなかったんですよ、でよかったなって言って、そのインターナショナルスクール通わしてるんでそこ送っていって、ほんで元嫁と一緒に部屋におったらすぐ学校に着いてから電話がかかってきて、奥さんの携帯に、で聞いたら何々君が昨日パパが来たんで一緒に寝たんと、で夜中にパパに何回もおちんちん触られてでそれ何回も何回も触られてすごく怖かって起きたけどすごい寝たふりをしてたそれを奥さんに言って、僕はその内容知らんかって奥さんがええって言ってるんで、あ、ちょっと確かめてみますって切って、で奥さんからその話を聞いてもう涙出そうなんてことないのにって言って、現在も離らずと親父の愛やんかって言って奥さんに説明したら、いやそんなことやと思った、私はまさか自分の子にそんなことをする子やとは思ってないと、あなたはすごい別れても父親らしいことを頑張ってやってくれてるんで、で息子が勘違いするのはまだ子供やからええけど、大人の子は先生も全員外国人の方なんでそういうとこは厳しいねんけど、それにしてもまずそういうとこ疑うかと、大人やねんからそれはなんか誤解があったんやろうって言うて、そこあなたはそれ頑張ってあなたを疑うのがすごいショックや、おかしいって、で呼び出し何やったら学校終わるまで来てくださいって言われてるって、でも僕が説明したらそうやんなって電話するわって言って、でもちょうど俺もおるからまだ東京に帰ってないからそうやったら行こう直接会って、でどんな先生かも一応僕もお手なんで挨拶しときたいからって言って、で車の中でもやっぱ奥さんは怒ってるわけですよ、もうそう子供はええねん、それはもう誤解あるかもしれんし、僕ほんで集中したらすごい鼻息荒くなるんで、夜中にお父さんが鼻息荒くててそんなもん怖かったんやろと、で子供も頑張って寝たふりすんのもってな、また泣けそうになってきて
ほんでいざそこ幼稚園に着いて、ほんで先生がまだ授業中なんですけど、そこの校長先生すごい白人のおじいさんみたいな外国人の方と、うん、であの担任の方も預けて抜けてきてくれて、うん、ほんで「メンサーいつもお世話になってます」って言って、うん、であの先生が、まあ、日本語喋れるんですけど、うん、あのこうこうこうで、うん、ナイナイ君がこう言ったんですけど、うん、って言って、でもうちの奥さんは、まあ、僕が多分最初に説明してから奥さんの出番やったんですけど、うん、奥さんはこうそのうちの人はそんな人じゃないっていうのを言いたいから、うん、僕が説明する前に、お子さんがこんなんやっておちんちん触られたって言ってるんですけどって言った時に、いやこの人ね、うん、今まで別れたんですけどすごい父親らしいことやってくれました、うん、それやのにショックですって言ったんですよ、うん、でそのあのいや誤解なんか抜けてるんだよすごい頑張ってくれてたのにショックですみたいな聞こえんちゃうかなってた、そのすごいおじいさんみたいな校長先生が、うん、目つぶりならこううなずいてたんですよ、うん、でもそこはちゃんと説明して終わったんですけど、これ誰も悪くないでしょ全部悪くないけど、すごい切ないですよ、いまだに泣けてくるんですよ、いまだに泣けてくる、息子のこと思うとね、何も悪くない、何にも悪くないですよ、悪い人の裏元って正反対だもん、僕はあの中学校というか実家がすごいど田舎に住んでて、で中学校がね、3年間林間学校みたいなのなくて、山と海に囲まれたとこにあるんで、そこの運動場でキャンプみたいなのするんですよ。でまあグループに分かれてやってたんですけど、やっぱり当たり前のように僕らの時代ってご飯ってカレーを作るんですね。みんなお米とか野菜とか振り割って持ち集めて、でその僕のグループの中に吹奏楽部の吉田っていう子がいてて、もうすごい真面目で、あの坊主頭で体はでかいんですけどおとなしい子で、眼鏡かけた子なんですけど、男子ばっかりのグループだったんで、そのもうカレーなんか味なんかどうでもいいんですよ。もうなんかそれやるの面倒くさいから、いろいろもうとりあえず切って煮込んで、で他のグループは丁寧に作るからなかなか進まないんですよ、うん、でみんなでこうおもろいないって吉田の眼鏡を取って、そのグツグツのカレーの中に入れてもうずっとこうかき混ぜてたんですよ。でもうそろそろ食おうかって言うだけで、先生はこうみんな同時にできてから食べるから、うん、まだお前ら早かったらまだ待っとけって言うから結構煮込んだんですよ、うんうん、でまあ食べていいよっていうかこうみんな配って、吉田にはやっぱり自分の眼鏡をこう乗せたカレーをすくってあげて、さあ食べようかって言ったら、吉田はもう黙ってそれをこう運動場の水道のところに洗いに行ったんですよ。もう何にも言わずで帰ってきて、こうかけながらムスッとして食べてるんですけど、もう昔の眼鏡だからですかね、パッて吉田をみんな見たら、ちょっとねカレーが旬でグラサンみたいになってるんですよ。つくかやっぱり、そうなの、真面目な吉田が、それがめっちゃ面白くて食べてたんです。ほんで月曜日になって、絶対先生に怒られるぞって言っても、授業中もなんだ吉田は注意も受けずにずっと行けてたんです。もう微妙なんで、で次の2年生になった時もクラスは違うけど、もう吉田見つけてもう一回煮込もうって言って、みんなでこの集めて吉田のとこ行って眼鏡取って、またカレーなんで煮込んだった、煮込んだったんですよ。ほなまた吉田に作ったら黙って洗いに行ってかけてるんですけど、まあちょっとグラサンとか増してるんですよ、やっぱり増すわな、どうしよう趣味具合が。でも3年間それは続けるって、3年の時のそのキャンプの時もゾロゾロって集まって、みんなでも吉田のとこ行ったら、吉田も2年間は嫌がってたんですけど、もうあれかって言って、こうもうメガネを取ってくれみたいな、どうぞどうぞ、黙ってもずっとしながら、で吉田のメガネをまた煮込んだ、うん、でかけて、また黙ってかけても、えこれ濃さ増してるっていうの、まあ僕らわかんないですもう、わからんな、でも3年間吉田そのメガネっていうか、もうグラサンなんですよ、で徐々に色ついたから、先生とか僕らもやっぱわかんないですね。ただ新任の先生みたいなの来たら、いきなり来たらやっぱりグラサンぐらいの色をやったんですよね。
吹奏楽部に、吉田がいる吹奏楽部に新しい先生入ってきたんですけど、吹奏楽部の、担当になったんですよ、はい、で吉田はトランペットみたいなの入ってる、吹いてるんですよ、で吉田を見てその新任の先生が、お前形から入るなって言ってシベリア文太さんっていう、菅原文太さんのモノマネする人なんですけど、本当に滑舌が悪いんですよね。悪いな、悪いですね。ご飯に誘われたんですよ、うん、それもなんか5回ぐらい聞いてやっと分かったぐらいの、はいはい、私は虫食いに行こう虫食いに行こうムーシーいうぐらいのやっと飯って分かって行ったんですけど、ほんでこう2人で食べに行ったら、お酒を飲みはれへんのですよね、はいはい、ほんでお兄さんなんでお酒飲まないんですか言ったら、今日はバイクで来てるから、飲んだらやばいやんか、はい、みたいな、あすいませんね後輩の僕だけ飲んで、はい、って言って2時間ぐらい飲んでたんですよ、はい、ほんでこうそろそろ帰りましょうかって帰って、はい、その文太さんが、バイク置いてるとこに歩いて行ってたら、警官が2人、はい、そこに寄って行ってるんですよ、で話を聞くと、警官が「お前店か飲み屋から出てきたやないか」と、はい、それからバイク乗ろうとしてんのか、って言うて、ほんでその文太さんは「いや俺は飲んでない一滴も、はい、今日はバイクで来てるから飲まんようにしてたんや、飲んだらそうやって飲酒で捕まるし、はい、人跳ねたら一大じゃないか」っていうことを文太さんが説明した後に警官が「お前ベロベロやないか」そのお兄さんがね、今アルバイトでクレーム処理をやってるんです、企業のクレームを電話で処理するっていう、企業にかかってきた電話なんでやねん、でそこの会社で、そこのクレーム処理の会社で、ダントツに一番多いクレームが、さっき電話かけたけどさっきのやつ何言うてんのか分かんないダントツらしい、NSC の時に初めて吉本からもらった仕事なんですけど、まあバイトみたいなもんなんですけど、ちょうど当時花博っていう博覧会がありまして、ね、それのバイトでファーゴス一家っていうイリュージョンの人間がやってくる、それを動物だけ先送ってきよるんですよ、でライオン2匹とトラ3匹クロヒョウチーターもろもろの動物を世話する、1ヶ月ぐらい、前その先乗りの動物の世話をするんだ、餌とかもあげなあかんのやねんけど、もうめちゃめちゃ怖いんですよ、ああいうの、猫のちょっと大きいとかのレベルちゃうんすよ、もうちょっと餌あげよう思ってもガーッてこう檻にガーッ当たってくるぐらい でその当時その吉本の仕切ってた人に「これは絶対危ないです」と「僕ら素人が手出せるもんちゃいますよ」みたいな「いや大丈夫やって、このライオンたちはその飼い主が生まれた赤ちゃんになってすぐ親から話して引き取って、もう向こうの家って広いからそこで家の中で話し飼いや」と、だからもう人間を同じや思てる、だからそれもじゃれてきてるだけで怖くないねんって、って言うて「ほんまですか絶対怖いですけど」って言いながらこうちゃんと檻の中入って餌バッて置いてやってたんですよ、ほんで1ヶ月後その本体ファーゴス一家の本体がやってきたんですよ、ファーゴス一家で、まあ一応顔合わせみたいな、僕もその今まで1ヶ月世話してくれた子やでみたいな紹介を受けて、で向こうのその飼育係と「ハロー」言うて握手してパッと顔を上げたら、見たことない傷ですもん、絶対イカれてるやんっていう、わーよ3本のハロー言ってびっくりしましたよ、こうなるとこやったんや、こうなるとこで、ほんでその餌やりもちょっとどんなんやってやるんやろ見たら、もう外からドアも開けんと柵の大きさに肉切って「うわー!」って言われたの、開けへんの危ない危ない、2年ぐらい前に、これ個人タクシーに乗ったんですね、まあ私服の運転手さんで、で僕が乗って行き先告げたら「これどうぞ」って言って、なんか和紙に包まれた何かをくれたんです、で「って開けたら飴なんですよね、これ飴ですか?」って言って「うちの家内がなんかこんなん作るの好きでね」と、でこれ乗ってもらったお客さんにこうやって配ってるんだよって、あの素人が作った下手な飴だけどよかったら食べてあげてくださいみたいなこと言われて「ああいただきます」って和紙向いて食べたんです、なその味が
全くないんですね。べっこ飴みたいな飴なんですけど、もうあのプラスチックみたいな感じだけの感覚なんですよ。甘くもないし、ほんでこれあ気持ち悪いって思って、あこれ捨てようって思ってこう窓を開けて、このこっから捨てようって思ったんですけど、なんかこうバックミラーで見られてるような気がして、こうあーってこうタイミング測ってもいけなかったんですよね。でどうしようって思ってカバン探ってもそのティッシュとかなかったんですよ。で前見たらこの灰皿があったんで、あ灰皿に捨てようって思って開けたら、その飴山盛り入ってた。これボルネオ島って言って、あのすごいジャングルがあるとこにロケ行った話なんですけど、もうすごいんです野生動物が。もう本当に野生のままオラウータンやらトカゲも、日本ではもう見たことないような凶暴なトカゲとかいてて、そこもやっぱり虫がすごいんですよ。で、こっちのスタッフの AD が虫よけリングっていう、手にはめたらこれあの虫よけになるんでっていうのを全員にこう配ったんです。手首にはめて、それでもこうそのディレクターの人がちょっと来いってその AD の子呼んで、はい、言うと、てめえ今虫よけリングに虫が止まったじゃねえかっていうぐらい、日本での虫よけではもうレベルが違う虫、根性ある虫、根性ある虫がその上に本当に止まるような見たことない虫がおるところで、でそこは虫もすごいし、まあ、動物もすごいんですけど、昼が山の昼がすごいんです。で あの昼ってやっぱり痛かったら痛って気づいて血吸う前に取られてしまうから、痛みもなく大量の血を吸うんです。で僕がこう一応シャツで、白いシャツでこうジャングルでこのゾウに会いに行くっていうまで、こうカメラさんも別に構えないでこうそこまで歩いてたんです。ほんでパッと見たらここにこれぐらいの血だまりができてて、昼って知らなかったから俺の枝かなんか刺さったんで、うわー大変ですって言ったら、どうしましたって、これ見てくださいって、痛みはないんです確かに。でもそのテンション上がって痛みないんじゃないかなって思ってたんですけど、あそれ昼ですわってカメラさんが言うたんですよ。あマジっすかって開けたら一匹昼がくっついて、そっから血が漏れてガーなってるんですよ。それ怖いじゃないですか。だからここ背中めくって、ちょっと背中にもついてないか見てくださいって言ったら、そのカメラさんがうわ3匹ついてますよって言われたから、ええー、ほんまですかって、撮って撮って撮って言ったら、カメラさんがはい言うて昼撮りよったんですよ。そんなわかるやん、プロ根性っていうか、まあカメラさんからしたら撮っては、いやでも TPO があるじゃん。その時に芸人さんやから、その番組でないでしょ。ワイプで昼入る番組なの。相当寄ったんでしょうね。なんで寄ったんやんって。あるもう僕が小学校入るぐらい前に、どこでどう見たんか僕。あとでカオリングってみんな家族で呼んでたんですけど、カオリっていう名前の妹なんですけど、まずね僕の毛を掴んで、女の子が毛掴んでガンと床に押し倒すんですよ。でカオリも僕もこれまっすぐの体勢になるんですね。でカオリが僕の毛を掴んだまま、どうやっても真似できないんですけど、すごいこのその場でこうゴロゴロっていくんじゃない、その場で高速回転をするんですよ。手を持ったままでブチってちぎり切るんですよ、子供やから。ほんでちぎり切った後もうすごい汚そうにこうやって払って立ち去っていくっていうのが、すごいそれをやり始めたんです。無言なんですよ、やっぱおとなしい子なんで追い込んだら。でそれも何回やってもその体勢にさえ持っていかれへんようにしたらええって思っても、絶対にそのなんかベタっていうのは完璧なんですね。着いたら最後もうカオリングや、2階でやってても親が気づかんぐらい音なくこうその場でカオリングサイレントでこうやって言うのがあるんすよ。でもう慣れてきたら、もうこうやられてこうやったら分かるんすよね。
もうこのガッと顔上げれないんですけど、ここの目で香りが回る同じ方向を読み取って、はいはいはい、僕も回ったら、はいはい、なんとかいけるんですよ。なんかふわふわふわってなって、ガッて逃げれるんですよ。でそういう時もありゃ、逆に読みを間違えて半分の時間でちぎれる時あるんですよ。二分の一の時間でもうすぐ俺も協力してみたいな時あるんですよ。でじゃあフェイントがあったり、あの回転数をこう変えやってる時に、そのリズム風じゃないけど、こうグッて変な中途半端な一拍入れてとかをやるんですよ。ですごいその戦いで後半はもうこういう読み合いなんですよね。グッてやられながらで、それがすごい辛くて、もうあのおかっぱやったんですけど、あの根元から行くんで、結構親ももう「なんてことすんの!」って香りを怒るぐらいの傷なんですよ。で夏休みの時に親がもう小学校2年ぐらいになったら、もう鬱陶しいから、もうおかっぱ、ずっとおかっぱなんで鬱陶しいからってバリカンで切ってくれたんですよ。もう坊主にしたんですよ。ほんなんもう捕まれへん、はい、その時はこれカオリングに耐えれるとは瞬間に思い浮かばんかったんですけど、夏休みで妹が2階で絵を描いてたんですよね、宿題かなんかで。で案の定入っていって、うわーこんな下手やなって言っても全然振り返らんと黙々と描くような子なんですよ。でやめとけのに、うわーなんか気持ち悪とか言ってたら、だんだん分かるんですよ、そろそろ来るなっていうのが、カオリングが。でもやめとけええのに、ずっとずっとこう追い込んでたら、もう筆をバンって掘って来ようとしたんですよ。でも来ようとした時に紙ないっていうの分かって、あ僕もあ来ない、なんで、あそうや俺坊主やからやって言って、紙ないんですって言って、ほんならチラッとこうその机の上とかにある物を見たんですね、ほんでもうそれぞれ物とか使ったら絶対あかんのにって言って、どんどん狭めていったんですよ。どうすんねんって言ったら、もう案の定追い込まれて逃げ場がないから、真正面が正攻法で香りが初めて向かってきたんです僕に、うわー言うて、ガチで負けたんですよ。街で負けて、でそれを親が見てて、後からそのよ偉いなってあんたお兄ちゃんやなって、一回もよう我慢したなって言うけど、もうそうじゃないっていう屈辱が、プライドと屈辱でそうじゃないっていうのがあるから、違うねんってこう振り払った、その妹にできなかった鬱憤と、お母ちゃんもよう分かってん、なんかその子やなあんたお兄ちゃんさすがって言うたんも違うから、違うねんってやったら、その親にも僕手挙げたことないんで、多分そのびっくりしたと思うんですけど、まあ慰めて、いや頑張ったなってやってる感じで、その感覚を今までも味わったことないんですけど、もうグーかパーかなんかよう分からんっての形で首をどつかれたっていうのが今でもすごいトラウマ。知らない。なんかわからない。ビンタでもないな。わからん。知らない。音もわかりません。電気です。いやわかんねえ。わからん形。反射的に出る。反射的に出た形がわかんない。あのこれは僕が小学校の時の話なんですけど、小学校でほらみんなクラスで、なんていうか。校外学習みたいなんで、映画見に行ったりする時ありますよね。それであの「タツノコ太郎」っていう映画を見に行ったんですよ。お母さんが龍のすごい感動する話なんですけど、それを見に行ったらシートを最初に渡されるんですよ。それで映画を見てたら、そのシートに番号が書いてあって、例えば太郎がお花畑に行ったシーンは一番をこすってくださいっていうのを字幕で出るんですよ映画で。なんかあったよね。はい。それ一番こすって匂ったら、お花畑の匂いがするんです。あったような気する。はい。で太郎がなんかウリを食べたら、また何番こすってくださいって出て、こすったらウリの匂いがする。で太郎がいろいろ苦労して、お母さんに会うシーンで、この池からガバーって龍が出てきて、太郎言うて、お母さん言うたら。その7番をこすってくださいって出るんですよ。もう佳境や、はい、で7番こすって匂ったら、めちゃめちゃ生臭いんですよ。龍です龍。いやほんま
ほんまです。うわ、リムの匂いがそんなの全然感動しないんですよ。ほんまか。ほんまですよ。これまた嘘ちゃうか。嘘ちゃうの。嘘ちゃうの。嘘やろ。ほんまです。7番忘れもせん。覚えてんのは龍が臭いっていうだけですもん。そう、これ話しかしたらダメですよ。ほんまの話です。言っときますけど、タツノコ太郎忘れもしません。みんな生臭思ったんですか。みんな生臭思った。雨上がり決戦の蛍原さんに、うん、一昨年ぐらいの誕生日に、うん、ヘラクレスオオカブトムシって知ってます？世界一でっかいカブトムシ、高い幼虫をもらったんですよ、うん、ほんでそれを 本見たら3年ぐらい幼虫の期間あるんですよ。うわ、今年やっとサナギから、うん、たまたま僕家帰ったら夜中ああいうの帰ってくるんですよね、うん、その水槽がカタッと音鳴って見たら、うんうんうん、土がもう動いてるんですよ。うわ、来た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 、バッカーン出たら、うん、思いっきりメスやん思いっきりメスちょっと日本より大きいカブ何たつよ4年ぐらい前の話なんですけど、近所に駅前、僕が住んでたところの駅前に、うん、なんか量販店ができたと、うん、いろんなものを売ってる、うん、お店ができたって言って、回転セールとか書いてるから買いに行ったんですよ。で、あの値段は安いんですけど、知らないメーカーのものばっかりなんですけど、ちょっとマイナーな感じのね。でも知らないメーカーでもやっぱり物は物ですし、うん、値段は安いで全然大丈夫って言って、うんうん、結構お一人様一点限りのものが多いんですよ、うん、もう人気で、うん、で、何がいいかな、ああいうとこ行ったらこういろんなもん買ってしまうんで、それだけは気をつけようって思っていろいろ探してたら洗剤が売ってたんですよ、うん、で洗剤がね、なんか業務用みたいな感じで、もう結構デカめの箱で、うん、100いくらです、うん、特価ってお一人様1個がある、はい、120何ぼとかそんなんですね、めちゃくちゃ安いじゃないですか、うん、でこれを買おうって言って、お一人様1個限りが2つ欲しいなと思いながら、誰か来て連れてきてたらよかったなって思いながら買って、うん、洗濯物するときにそれを使ったんですよ、うん、ほんなら中にこうスプーンが入ってて、うん、はい、スプーンをこういっぱい入れて、ちゃんと線があるんでいっぱい入れたんですよ、うん、で洗濯機かけて、出来上がりましたと、で、あ、干そうって思って、脱水もちゃんとしてるから干そうって思ったら、なんか感覚なんですけど、うん、いい匂いもしないですし、うん、なんか綺麗になった感もそんなないんですよ。よく見たんですけど、薄いそういうシミは残ってる感じで、でなんやと、もう一回それを洗濯し直ししようって思って、またスプーンいっぱい入れて洗濯したんです。で出来上がって干そうって思っても、なんか、これなんか、これ絶対干したら、なんか変な変な匂いするっていう感じってわかるじゃないですか。でこれは何おかしいって思って、ちゃんと、まあそんな普段しないですけど、箱をちゃんと見ようって思って見て、そのわけわからんメーカーの名前ですけど、洗剤でこうギザギザーってなって、あ、なんかあるね、はい、スプーン7杯でこの白さ、7杯7杯スプーン大きいしとけよ。そうっすよお得でもない、普段より早くなくなりますよ。重いだけやん。重いだけですよ。今年の夏なんですけど、僕の奥さんのおばあちゃんが亡くなったんですよ。はい、奥さんのお母さんのお母さんで、まあ結婚して何回かお会いしたことあるんですけど、すごいおばあちゃんで、そのおばあちゃんが、もうそろそろやばいみたいになって連絡が来まして、親戚中が集まったんです病室に。でおばあちゃんこう呼吸器つけて、もう意識がないですみたいになってたんですよ。ほんならこうお母さん、うちの奥さんのお母さん、おばあちゃんの娘ですね、耳元に行って、おばあちゃん耳元に行って、カムカムエブリバディっていう歌を歌い出したんですよ。それは、え、それお母さん何ですかって言ったら、ラジオの英語講座の第1回目ぐらいの主題歌と、主題歌だと、それ私が子供の時によく歌ってもらったの、思い出の曲なのって言って、本当に
こう泣きながら歌ってあるんですよ。で僕らもこう囲んでる人らもこうなんかしんみりしても泣きそうになってたんですよ。それそれずっと本当に泣きながらお母さん身元で歌い続けてたんですよ。じゃあ奇跡っていうかおばあちゃんの目がパチッと開いて、あなんかドラマみたいって思ったら、うるさいよマジそれが最後の言葉だった。はい、聞き返さんじゃなくて、はい、ドラマみたいにならんわびっくりしたんです。お母さんもなんか照れて何よみたいな何のせっかくみたいな。とあるね、はい、あの雑誌の企画で、うん、ジェットコースターに乗るっていうスケジュールが入りまして、はい、なんやろそれ写真でカメラ撮る、うん、あの映像じゃないんよなって確認してもカメラへって、うん、で現場に行ったら、うん、あのジェットコースター乗ってるとこを、うん、全くリアクションせんと、うん、お師匠さんがリアクションせえへんっていう企画ですって、うん、初めて聞いたんですよ、うん、で僕はジェットコースター全くダメなんですよ。 あかんねや、はい、全くダメなんですよ、うん、ほんでそのジェットコースター見たらもういきなりこう上がって80メートルから落ちて、あとこううねってうねってなんですよ。ほんでぐずってたんですよ。いや無理やってリアクション取ってまうって言うからその離れたとこでカメラマンの人がね、うん、あのカメラをガムテープでこう手にくくりつけてるんですよ、うん、ほんで何してんの言うたら、あのすごいこう G がかかったりするんで、うん、あのカメラが落とさないように、うん、あの絵を撮るために僕くぐってるんです、うん、それ見てもうやってもてるから、うん、あの俺もせなしゃあないなって思って、ほんでジェットコースター乗り込んだんですよ、うん、ほなここに座ってくださいって僕2番目に座らされたんですよね、うん、で1番目にカメラマンの人がこっち向いて座ってるわけです。ほんでもう安全ベルトとかできないんですよ。はいはいはい、はい、ほんでえ大丈夫なんて言ったら、うん、いや僕も怖いです、うん、でも仕事となったらこれはプロの仕事ですから僕は大丈夫なんですって言って、いやそう言うても危ないで、いやこれはプロのカメラマンの僕と芸人のプロの星山さんの勝負なんですよって言われたから、よっしゃ分かったって言ってこう上がっていったんです。でこう降りてたらもうカメラマンがもうああああああ言って一回もレンズこの前通らないんですよ。でも G になったら最後終わって戻ってくるとこにカシャ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 カ。僕はあのこの前まあロケでとあるロケであのボルネオ島っていうところ行ってきたんですよ。まあマレーシアとかインドネシアあるうちのマレーシア領の方でみんなあのスキューバに行ったりするんですけど、ボルネオ島はジャングルの山手の方なんですよ。もう山奥のジャングルで本当にあの日本人なんか誰も来ないっていうようなとこで、で泊まるホテルがもうジャングルの中にボンとあるようなとこで、もうその辺に猿は出るわ、なんかノブタは出るわ、でも野生動物の中にお邪魔してるような泊まるとこあったんですよ。で1週間ぐらい行ってまして、でパッと言ったらベランダみたいなところに露天風呂がついてるんです、部屋に。まああのタレントだからスタッフさんよりいい部屋用意してもらってて、でまあ野生動物の鳴き声が聞こえて真っ暗なんですけど、まあ一回は入りたいなって思ってたんですけど、なかなかロケが忙しくて入れなかったんです。で最終日結構早く終わったんで、あこの露天風呂入ろうって思って真っ裸になって入ったんですよ、言うためて。隣にもその同じようなタイプの部屋があって、西洋の白人の方がおっちゃんとかもうおじいちゃんぐらいの人が入ってたんですよ、うんうんうん、でその人は海水パンツを履いてたんですよ、うん、で僕がフリチンで入った時に、うん、うわわわわみたいな顔をしたんですよ、うんうんうん、ほんで俺は
海外やからこれなんか法律とか知らないしえらいことやって思ったらその外人の白人のおっちゃんがバッと部屋に戻りあったんですよ、うん、でこれはなんかフロントの人とかに連絡されたらこれ怒られるんちゃうかって思って慌てて僕も部屋に戻ってでも海水パンツがないんで履いてたトランクスを履いてもう戻ったんですよ。ほんでこう入ってたら今度はその白人のおっちゃんがフリチンで出てきたんですよ。まあアジアっていうことあってお互いこうどっちが先輩か、はい、向こうの人向こうの人でああこういうルールだって思ってなるほどね、はい、どっちも正解しどっちも不正解なんか分からんまま入れ替わったままなんか気まずい感じで、はい、なんかいい話ですよね。僕子供の頃ずっとあの家で獣始末を飼ってまして鳥をすごいひなのというか餌付けをして可愛い獣始末やったんですけど、もう本当に懐いてんのに、うん、おかんが真っ裸でまあおかんってそんなもんじゃないですか、うん、真っ裸で風呂から出てくるじゃないですか、うんうんうん、そのおかんが真っ裸で出てきた時だけめちゃめちゃ騒ぐんですよ。妹とかの時は騒げへんのに、おかんの時だけもうあの金網に当たりまくってもう頭とかが血出てるんですよ。そ慣れてんのに慣れてんのにもう半年もごっそ落ちてて、ほんでその獣医に連れて行ったら、うん、なんかこれびっくりすることしたでしょ、うん、いやそんなんしませんって、うん、するわけない。大抵のことはびっくりしません、うん、ちっちゃい時は凍ってるし、うん、家族の顔は知ってるんです、うん、おかんも裸やなかったらちゃんと餌もらいに来おるんです、うんって言うてなんかなって言うたんですけど、その後に僕がこう本をいろいろ読んで鳥のことを読んだらそれ分かったんですけど、おかんの乳輪って異常にでかいんですよ。だからあの田んぼに吊るしてあるあの目玉のやつみたいに鳥が一番怖い模様なんですよ。鳥類が一番怖い。それはおっしゃんの想像でしかないよ。想像でしかないけどそれ以外ないんですよ。それがねまだ2つですから、ね、2つついてるわけですから、めちゃめちゃ怖いですよね。はい、ああそうだね。大阪にね、うん、とある仕事に行った時なんですけど、うん、僕結構ほんま人見知りで、うん、なかなか本番前とか、まあ、吉本とか芸人さんやったらこう楽屋に、うん、星野ですよろしくお願いしますって行けるんですけど、うん、なかなか初めて会う、うん、そういうなんか女優さんやったり俳優さんになかなか足が進まないんですよね、うん、である時その、京歌子師匠と仕事でご一緒になる時ありまして、これはやっぱり芸人界の大先輩やから、うんうん、これ挨拶しに行かなあかんなって思ってる時にちょっとメイク室でお会いしたんですよね、うん、でもう思い切ってもう行ったんですよ、うん、ほんで、あどうも、あの吉本興業の星ちゃんです、はじめましてって言ったら、うん、パッてこう顔上げたらそれからなんかもう全然普通な感じなんですよ、うん、あれあれあれって緊張する俺やのに、うん、なんでこんな結構軽口で話みたいな、師匠、うん、あれっすかみたいな感じで、うんうん、あれおかしいなって思いながら、うん、もうなんかこう言葉滑らかに出てきて、うんうんうん、ええ感じになんかなったんですよ。うんうん、あ、お願いします。じゃあこの後本番お願いします、うんうん、みたいな感じで。ほんでその本番やってる時も終わってからも何が原因かわからないんですよ。うん、分からんな。いやいや、さすがやっぱりそれぐらいの大師匠になると、うん、そういう全部を受け入れるオーラとか出るんかなと思って、うん、そんな人を緊張さすようにはなれへんのかな、やっぱり悟った人はみたいな、ずっと思いながら、うん、新幹線で東京に帰りまして、うん、結局本当にずっと原因はわからないんですよ。うんうん、でも別に考えてもこれ分かれへんな、そういうことやろって思って風呂に湯ためて湯船使ったらパッて見たら、うちの風呂のタイルと今日歌子師匠が着てた服の模様が全く一緒なんです。あー、そら落ち着くわ。脳にこうインプットされて、原因は分からないですけど、なんか深層心理に入ってたんで。そういうことってあんのかな。僕はまあ携帯電話って皆さんお持ちですよね、はいはいはい、で、あの仕事終わって一人で飲みに行って、はい、タクシーに乗って
帰ってきたんです、うん、携帯ないことに気づいて普段絶対に見放さないですけど、どこに置いてきたって言って店に電話かけてもないと、うん、あ、じゃあタクシーしかないと。その確かにね、個人タクシーで結構おじいちゃんみたいなタクシーに乗ったんですよ、はい、それは覚えてたんです、はい、で自分の携帯電話に、はい、そうや、そこでやっと思い出して、はい、店にかける前にかけたらよかったと思って家の電話から自分の携帯にかけたんです、はいはいはい、なるんですけれども、はい、出ないんです、はい、まあ普段バイブにしてるので分かりにくいかなって思って、はい、そっからもう何回も何回もかけても出ないんです。でもうどうしようどうしようって言うと、タクシーあの会社覚えてないしって言って、また寄ってたから領収書もらってないんですよね、はい、とりあえずずっとかけとこう、また留守電、ずっとまた呼び出しを乗って留守電って言って、はい、本当にね20回目ぐらいにガシャバシャバシャって音がフックでかけてたんですよ、音フックでもう面倒くさいからかけてたら、ガサ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 もしもしって聞こえたんですよ。ほんで、ああ来たと思って、もしもしって言ったら、あの、はいもしもし、あの僕の携帯ですけど、あのどちら様ですかって言ったら、あのタクシーの、運転手でございますって言って、ああの僕の携帯です、あのよかったら届けてくれませんか、あの僕の家まで住所言いますんでその分の料金払いますんでって言った、ああ分かりましたって言って切って待ってたんです。ほんなら、20分ぐらいしてピンポーンって来て開けたら、あすいませんでしたって運転手さんが謝ってきやがったんです。いえいえすいません、ありがとうの料金いくらでしたかって言ったら、いえお客様と、私たちはお客様を安全に送り届けるのもそうですが、お客様から何一つ欠けることなく届けるのも私たちの使命でございますって言って、すごい感動して、いやそれでもほんなあの最初の料金だけね、初乗りの分だけでも払わせてくださいって、いやいいです、それは私もらうことできません、お客様が忘れたもんを注意して見てなかったんがいけないんで、いただくわけにはいきませんって言って、ああすいません言って、え私こそすいませんと、おじさん私携帯電話を持ってないんです、だから後ろになんか音するなって思ったんですけど、なかなかこう出るタイミングがなくて、かかってきてたんは何回目からか分かってたんです。で止めて出たんです。あーそうなん大丈夫です、ありがとうございますって、本当にお金いいですかって、全然結構でございますっていただいたんです。で、ありがとうございますって閉めようとしたら、あとお客様本当にすいませんと、私携帯電話持ってないんで、なんかいろんなとこ触っちゃったかもしれませんと、出る時に、はい、分からないね、はい、でもそんなね、なんか消去とかなるわけなんで、あ大丈夫ですよありがとうございましたって言って、扉を閉めたんです、うん、でまああの別になんか調べるわけでもなく何の気なしに見てたら、社メールにこれぐらいから撮ったものすごい焦った運転手さんの写真が出てきた。この時はなんか押してもうたんシャリーンと社名でもうメモリーして保存まで押してもうて、保存まで押してもうて、子供が5歳になりまして、うん、でやっぱり今までこうちゃんと親の言うこと聞いてた時期からちょっとやっぱりもう親の言うことを聞かない、いやいや期っていうか、全部やりなさいっていうことやらないし、やめなさいっていうことやり続けるしなって、で会いに行った時に外を散歩してたんですよ。でもその朝からもうこの日こいつおかしいなって言って、あのパカチとかイラカカとか、まあの意味のない言葉をずっと連呼して、もう意味わからんからやめなさいっていくら言うても、赤坊イカカッコカとかもうずっと言うてるんですよ。もう鬱陶しいなって、外出てもずっと言ってて、もう恥ずかしいからやめなさいって、やっぱりもうそれでもうニコニコしながら、赤カカウリカポガとか、もうとことんわけわからんこと言うて、もうほっといたったんですよ。ほんなこうあの横断歩道でこう赤じゃなし普通にこう渡れた時に、パッポパッポって言った時に、向こうからほんまにこう色ね、もう誰見てもこうちょっと絶対絡んだらあかんっていうような色、真っ黒で細いけどもガッチガチで、頭ツルツルで、でそれ若くない、ちょっと年いった、あのでも日に焼けたというより日焼けサロンで焼いた感じのもう筋肉を見せた人が歩いてきたんですよ。でそれも赤火オララ言ってんのに、そのおっさん多分見た時にダーンって入ってきたんですよ。5歳やから一気に脳にハゲゴボウって言ったんですよ。めっちゃ意味のあること言いたいな。
意味あること言い過ぎた思ってそっからもう子供も言うちゃった感あるからピタッと何も言わんようになってで走るわけにもいけへんからこう二人とも親子でこう気合わせてなんていうか急いだら絶対俺のこと言うたって絶対振り返ってるような気配を感じたからそのままスーッと行ったっていう話なんですけどタイミングは怖かった大阪に仕事で泊まりに行ったんですけどそれがあの吉本が取ってくれたホテルでなしに局が取ってくれたんですよねでホッシャンで多分星田秀俊って本名なしにホッシャンで取ってたんでしょうね夜マッサージ頼もう思ってフロントに電話したらグッエブニーミスターホッシャンもしもしって言ったらあすいませんあすいませんなんかやるフロントにかけるためにグッエブニーミスターホッシャンもしもし言うたらあすいませんあすいませんずっとおもろいな冬の1月後半ぐらいで、うん雪も積もってて、はいはい、で夜に親父が露天風呂行こう、うん、で露天風呂行ったんですよ、うん、ほんなもうやっぱ木とか埋まってるんですけども雪景色で、うん、多分雪をこう雪かきみたいにして溜めたこう山がこんもりあったんですよね、うん、ほんで親父と使っててもう暑いから子供が暑いから出ようと思ったらもう親父にバッと「あかんかんまだまだ」って言われて、うん、それが3回ぐらいあって、うんはいほんでもうお父ちゃんあかんわ それがこれがその時の楽しみはこれや言うて親父が立ち上がって、うん、その雪山にバサーって行ったんですよ、うん、ほんなら凍っててズルズルになってしまみれになってほんで温泉でのぼせてるからほんまに「ああ痛い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 」って言って親父が寄ってくるもんやから怖くて怖くてもう怖いわしまみれですほんまに。怖い怖いかっこ悪いなカチガチに凍っててまた斜面やからズボッと行ってもうごめんろ、うん、それはもう絶対そんな親父になりたないわもう難しいそうですねこれはコンビ大輔とコンビ組んでた時の話なんですけどそうコンビ組んでたもんねチュパチャップスっていうコンビを組んでたんですけど、はい、あの、うん、静岡のテレビ静岡の方で番組をメインの番組をやらせていただいた時があったんですよ十何年前に生放送なんですけどね生田静岡金五郎って言って金曜日の5時から6時までの生放送そういう番組やらせてもらったんですよでやったところ若手出てるんですよ若手ばっかりなんですよ僕らのことも誰も知らない状態のに第1回目のその放送がものすごい視聴率を取ったんですよいきなりですよでそんななんていうかそんな視聴率取れるような要因が全く思い浮かばなかったんですよ、うん、であの生田静岡金五郎出演チュパチャップスじゃないですか、うん、ラテランってあるじゃないですか、はいはいはい、あれって字数限りあるじゃないですか、はいはいはい、ラテラン見たら、うん、生金チュパって書いてたんですよいやこれ、これは見るね見ますね生金チュパはいつか出るんやろ出るよ気負った僕中学時代クラブで軟式テニス部に入ってまして、うん、で僕がちょうど1年生の時に、うん3年生の先輩で双子の方がいらっしゃったんですよでちょうどその時に赴任してきた先生がもうむちゃくちゃ厳しくて、うん、いつも僕らが練習してる感じやったらもう腹立ってしゃあないんでしょうねで夏休みの練習中に「ちょっとみんな集まれ!」言うて「並べ!」言うてガーッ全員並ばしたんですよ、うん、でまだダラダラしすぎや言うて、うん向こうの端からビンタしていったんですよね一人一人、うんうん、でたまたまいつも仲悪いはずの双子がたまたま集まれって一気に集まったもんやから並んでたんですよ、うん、で先生ビンタしていって、うん、双子の片一歩ビンタして、うん、もう片一歩ビンタして、うん、多分先生同じ顔ビンタしたからおかしなったんですよね次のやつから一人二発になってる